今回は天国大魔教第13話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。ああ終わりが始まる。先週の新手の脳破壊からどう終わるんだろう？正直、私はマルちゃんとキルコの幸せな未来が見えない。本物の温室育ち。外の世界には冷房ないからね。入道具も綺麗。テストなら平気平気。施設の前景、おそらく初めての描写じゃないかな。結構小さい施設なんだな。どこにあるんやろな日本よな。針金の壁という表現。地面えぐれてるけど。なんか爆破されてるっぽいんですけど。ほんまに勝利か？生き残れるかサバイバルのテスト？いや、それより早く逃げた方がいいと思う。夏ですからね。不快な温度設定日本の夏。本当に不快な温度設定だよ。白。無言でついていった。白はためらいなく耳姫に従うのう。ここで別行動はフラグだろ。まあそんなところです。単なる双子ではないような言い方。おっそうだな。目をそらすな。絶対わからんやつだろ。ほんとか？どっちなんだい？把握してねえなこいつ。適当こいてるけど。自分に言い聞かせたな。正直に言った方が。もうどっちでもええやろ。ここへ来て謎のキーワード。補完計画みたいなフォントしおって。極太明朝体で草。今考えました。なんだそれ。ノリかよ。子供たちを施設の中に保護するからノアの箱舟計画？嘘つくの下手だし勢いで決めるし草。こういうギャグっぽいノリも好きだ。信じて送り出した姉ちゃんが。キルコさんはもう、おせっせ中ですよ。一晩、体で話し合う。もう丸二日犯され続けてるんか？お前、早く行けやべえことになってんぞ。丸くん寂しくて仕方ないんだね。一睡もできなかったか。ガン決まりで草。丸、動きます。おら変換要求に行くぞ。何も知らない方が幸せなんだよな。昔の女っすか。今頃ムッフ。おっさん。古い表現だな。うわわあ。これは、丸の地雷に触れてしまった感。ぽい。判断が早い。ぽい。身体能力高すぎて草。丸くん乗り込み。もう間に合ってはないけど、早く迎えに行ってあげてー。エニアクザキックで抜けないようにする。正面から殴り込みじゃ。まあ行くしかないよね。シッシュ。アクションうめえなー。一発入れたやん。おっさん割と強くて草。押し通る。他を極めてないからこんなことに。わかりやすい事後。事後。うわぁ。ガチで信じて送り出したじゃん。最悪の朝チューン。誰の記憶？ありえない記憶が。お姉ちゃんの記憶？ああやっぱり元からそういう感じだったのか。昔の女言うてるからやってたんじゃね。くそうくそう。ロビンの腐れ野郎を早くやっちゃえまる。馴染む馴染むぞ。ディオかな？結局どっちなんだ。本当に脳移植なんてされたんだろうか。脳移植勘違い説？もありえるのか。もしかして、逆？まさか心臓？ズドン。最初に見た時の顔よな気になるよな。再会の時のあのリアクションね。パーンって何か弾ける音だと思ってたけど銃声だな。あの顔と合わせて銃声が。これどういうことなの？撃ったのはロビンか？この色味いいな。来たじゃん。マルくん参上。お前がやったんだな。ロビンなんかやっちまえ。切れちまったよ。マル、怒っちまったよ。ロビン死ぬわ。誰か。ロビン。速攻で逃げやがった。そこで逃げるのかよ。もう助からないぞ。おっぱい。お姉ちゃんのおっぱい。乳首は見えない。追いかけるのか？自分で解けるんかい。外そうと思えば外せるのがエグいっすわ。歩いて追ってくるの怖い。怖い人ほど、こういう時走らずに追う。あっはっはっは、どこへ行こうというのかね？ロビンバカ焦ってて草。これは殺されても文句言えんぞ。行き止まりだぜ。追い詰めたよ。元よりろくなやつじゃなかったんかな。キルコを泣かせた罪は重い。撲殺コースだな。丸の顔こっぱ。いや、切れすぎてレメなっとるが。落ち着いてるのが逆に怖すぎるんだよ。小粋なトークで時間稼ぎ？勝手にペラペラ喋るやつは。虚勢張ってる。戻した。行かせねえよ。戻れ。絶対に通さないマン。なんだこれ。丸も高度なプレイを始めた。一撃が強い。ちゃんと相手から手を出させたな。がっつり頭打ってますね。これはやばい傷なのでは。一撃一撃が拳の音じゃねえよ。
潰せマジで潰せ。潰しちゃえよ、丸。マックのうちマックのうち。ゴンさんか。丸くん静かにブチギレるタイプだ。このままだと死ぬまで殴りそうだぞ。ロビンが弱いのではなくて丸が強すぎるのだよ。無言でブチギレてるの怖いし、あのロビンが一方的にやられてるのが怖い。土着そう面白い。A パート終わったけど閉まるのかこれ。マジで最終回か勘弁してくれ。2期の発表期待してるよ。すごい施設だ。トキオちゃんいた。怪物になって、ない。本当？どっちだ？実際どうなのかね。お前がママになるんだよ。相手コナナのバレてるのか。事実は伝えた、が。トキオには双子だってことを伝えてないっぽい？双子のこと伝えんの。赤さん。本物の赤ちゃんは顔があるんだよ、トキオ。歩けるおばさん。園長を追う子、諦めません、勝つまでは。戦時中じゃないんだから。園長もお化けもんじゃん。ルパン対複製人間にこんなやついたな。これもうまもうだろ。みんな歩けたことに突っ込み入れるのくさ。歩けたの？寝た。嫌だよ真顔。嫌だよ。嫌だよ当然すぎる。戦闘形態入っちゃったよ。略奪モード搭載。は？覚醒した？なんか生えた。サンゴみたいな。バルス。ババアの悲鳴。ヒルコ化したのか？ヒルコ誕生の裏話か？これが？もしかしてこれが始まりか。迷ったんか？そうなんですか。まっすぐ進めてないんだよな。迷ったな。森なんて初めてだろうしな。壁しか概念がないからそういう間違いをするんや。あらあら。オスの顔になってる？この二人秋葉原にいた人か。ミミちゃんかわいい。ミミピコン？お耳かわよ。やっぱ聴力も高いのかな。賢い。生水は飲んじゃダメだぞ。やばい。とっさの判断すげえな。躊躇なしはすごい。落ちたー。落ちたー。落ちちゃった。守り方かっこよ。おい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 。死んだかな。よかった生きてた。これみんな怪我して暴走してヒルコかか？好きだからさ。三姫のことをいつも躊躇なく助けに行ける男、しろ。女の子を守るのが使命や。耳姫、頭に枝刺さってるよ。枝刺さっててかわよ。おいったなー。大胆な告白になってきたな。間ない。芋けんぴ取れた。耳姫かわいいもん仕方ない。やっと異性として大好きって自覚した。君のためなら死ねる。あの時のボタンだ。あのボタン、耳姫の服のボタンだったのか。心臓に一番近いボタン。髪上げるとかっこいいじゃん。めっちゃあの顔になった。あのボタン、前髪を上げた髪型。このカップリング好き。白耳姫尊い。ここであの BGM は卑怯でしょ。この二人の物語の終わりを知ってるから辛い。ストップかかっちゃった。ああ？すごい表情だ。そやはあ？って顔にもなるわ。悔しいです。そう言われるともう剣のやり場がないんだ。丸よく耐えた。壁にひび入れられるくらいの蹴りはやばいな。キルコが止めたか。つ。ロビン殺しちゃダメなの？そこで弾を再起不能にしちゃえばよかったのに。殺さなくていい。弾だけ潰せ。これでお別れでもおかしくなかった。殺してくれって言われたらどれだけ楽だったろうな。気分的で。気分的には。このタイミングで？周りくどい。なんとなく言いたいことはわかる。はっきり言えよ。言ったあ。こっちも大胆告白。今のお姉ちゃんが好きなんだよね。丸くんと一緒になろ。春樹でもキリコでもないキルコさんが、か。やだかっこいい。丸かっけえ。投げちゃった。石投げられた。振られたー。また振られた。鼻水。泣け泣け泣け。これぞ男同士の約束だ。女体化 BL こそ真の愛、わかんだね。二人で守り合っていけばいいよ。泣きじゃっくりってなんかおもろい。お。決別の時。昔の男はポイで。過去の男は忘れるタイプ。さよならロビンクソだったよ。じゃあ次は医者の方か？次はない。結局ロビンはなんでレイプしたんだろう。普通に性欲魔人だっただけなんかな。ロビンはどうするんだろ？誰もいない。なぜ？見張りの人とかどこ行ったん？ロビンまで消えてるじゃん。ロビンも逃げたか。ロビン死んじゃったんじゃないの？ペロッコレはコーヒー。コーヒーさんのコーヒー人生に悔いが残りそう。怪しいぞ。嫌な予感しかしない。ロビンが開けようとしてた部屋か。
そういやこの部屋は何だったんだ。うわあ。なんぞ。化け物と繋がった人間。キルコで人体実験。鍵のかかった部屋が、とんでもないことになっていた。ひぃ？ロビンマジでヤバいやつじゃん。このろ過施設なんなんだよ。ロビンは何か実験をしていたのか？どういうことだってばよ。てかさっきの人誰？え、終わりそうなんですけど。ちょちょちょは？え？は？最終話で新たな謎を出してくるな。そこで終わるの？勝手に終わるな。続くしかない終わり方。そうだよ。そだよーの言い方。ん。またエンストした。ノーカンノーカン。動くだけすごいと思う。健全なロードムービーに戻ったな。明るい二人で終わるのよかった。本当によかった。エモい終わりや。いい最終回風に仕上がって。俺たちの天国探しはこれからだ。これからが面白そうなのにもう終わりか。まだまだ謎が残ってる終わり方だな。原作がまだ全然続いてるから半端になるのは仕方ない。なんとなく天国サイドと地獄サイドでタイムラインがずれている印象は受けたけど、まだわからないな。原作でもまだ決着ついてない話が多すぎるのよ。今はこの終わり方しかできないよ。気長に2期を待とう。2期絶対やってくれよな。2期か？船で移動してる。いつの間に船に乗ってたんだ？脱出できた？都会まで来ちゃった。めっちゃ文明残ってるやんけ。すごい都会だがこれは？え、逃げ出した時はまだあんな都会があったん？天国サイドが町へ。学園の方の時系列、やっぱり過去の話か。やっぱ時系列は過去だったか。こいつらは、学園から完全に脱出した感じか。施設の子たちヒルコが解き放たれたってことか。この子らが逃げたことで大災害が起きるってこと？続きが見たい。特に告知なしでも、明らかに時期がありそうな終わり方だ。最後、ミミ姫たちが学園出てまだ崩壊してない街に向かうカット入れたのいかったな。自分はここで違和感が確信に変わってく感じした。原作ファンとして大変いいアニメ化でした。というか原作読んでた時によくわからなかったところとかもアニメ版でわかって、より原作が好きになった。アニメ版ではまだ2つの話が繋がってないのでぜひ第2期を。ここで終わったか。まあ原作もまだ進んでないから仕方ない。うおおいいアニメだった。キルコと丸はいいバディだな。 See you bye bye。 今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。